株式会社東洋経済新報社はビジネス書や経済書などの発行を専門とする日本の出版社である。東洋経済オンラインをはじめとするウェブメディアの運営も行っている。遠隔、週刊東洋経済は経済の専門雑誌。1895年循環、東洋経済新報として創刊。歴代の主刊に町田忠春、天野溜雪、植松子を アキラ、三浦哲太郎、石橋丹山、高橋亀吉など、東洋経済新報として、総監当初は渋沢栄一、豊川良平らの支援を受けた影響で自由経済、政党政治を支持していた。大正期には民本政治、普通選挙を支持し、その後、三浦と後継の石橋によって満州などの放棄による小日本主義をはじめ、大化21箇条を要求、 シベリア出兵、金解禁、満州事変などを厳しく批判した。特に金解禁では率先して、新陛下解禁、解禁後の金輸出再禁止と管理通貨制度導入などの主張をリードしたことはよく知られている。1933年には満州事変を容認する姿勢に転換した。1919年の10月4日号より週刊化。 1921年11月、株式会社に改祖し、三浦哲太郎主幹が代表取締役に就任した。1961年に現在の使命に解消する。現況現在発行されている週刊誌の中では日本で最古だが、販売面では1位の日経ビジネス、2位の週刊ダイヤモンドに続く3位。投資家のための企業情報誌。 市販機ごとに刊行されるため、四機法と呼ばれている。全上場企業を網羅し、業績予想などの企業データを掲載。創刊は1936年6月7日。その後、1979年に日本経済新聞社が投資と類似した内容の日経会社情報を発行、投資の市場を切り崩しにかかったもののその画像は揺るがず、 2017年には逆に会社情報を撤退に追い込んだ。証券会社やオンライン証券の利用率も極めて高い。なお、会社情報の業績予想は会社予想に基づくものだったが、4期法の業績予想は編集部の独自予想である。なお、2016年10月の安倍内閣諮問機関である未来投資会議で、 決算単身で四半期ごとの会社予想がなくなることが議論されており、同市の業績予測がなくなった場合の売れ行きが懸念されているが、その後の議論が進まなかったこともあり大きな影響は出ていない。学生のための就職情報誌。四期法を名乗っているが、発行は年一回である。女性版、有料中堅企業版、インターンシップ版も存在する。 日本最大級のビジネスニュースサイトの一つ。月間ページビューが約2億 PV と日本のビジネス市系のウェブサイトとしては PV 数、ユニークユーザー数ともに1位である。ビジネス、経済情報、マーケット情報、就職情報などビジネスパーソンのための情報を掲載している。iOS と Android に対応したスマートフォン向けのアプリ版も提供されている。 会社概要、フー風アー東洋経済振興社、コーポレートサイト東洋経済振興社公式サイト、遠隔東洋経済振興社公式サイト、遠隔1961から2000、土本学ぶ2億 PV の国内有数の規模を誇るメディアは、これから何を目指すのか、東洋経済オンライン竹政秀明、編集長インタビュー。メディアイノベーション、2019年5月20日閲覧。 オール投資休館のお知らせ東洋経済オンライン2012年8月週刊東洋経済に関するカテゴリーありがとうございます